いた。なんで、なんでこんなに大量の石像が。このままじゃダメ。早く何とかしないと。よくやったわ、占い師さん。ラムニアニアニアニ。足が勝手に、血と傷口も消えた。瞳を閉じて何も見ないで。意志が潰されてしまうわ。あれ、さっきのってまさか。マイオーラ・アビル・ターニチャ。どうして？まさかあれ、幻を見せるアルカナムだったの？あなたは、駅で会った。どうやら私たちの運命は、少しばかり交差したみたいね。どうしてこんな場所に？観光客向けには解放されてないはずだけど。私は。あの手、また現れたわ。これも幻覚なの？いいえ、私の後ろに。実体に見える。気をつけて、来るわ。逃げて。大丈夫。これはもう幻覚じゃない。まずいことになった。ち、クマールは一体どうやって。一体どういうことなの。私はただ。ごめんなさい、まだ説明できない。もうすぐ出口に着くから。いい、外に出たら一刻も早く村から去って。もう二度と。気をつけろ。なかなか硬いな。この石像、自分で動けるらしいが、
ジジイからそんなこと聞いてないぞ。まだまだ。おっと、危ないじゃないか。いや、悪く思うなよ。お前たちはかっこいいけど、全然有効的じゃないからな。重たかった。おい、大丈夫か。おぞましい奴らだったな。なあ、こいつらがどこから来たか知ってるか。入り際から頭をかち割られそうになったんだが。11年、いや12年ぶりだったか、ここに戻ってきたのは。なのになんてサプライズだなあ。お、話しかけてきてる。あ、待てよ。お前さん、駅で盗みに遭ってたガキじゃないか。俺のことを覚えてるか。あなたは泥棒に噛まれてたおじさんね。ああ、そうだったな。あれは実に力強い攻撃だった。なんて偶然なんだ。もう少しいい場所で再会したかったが仕方ないな。ああ、自己紹介を忘れてたな。俺はシャーマインだ。駅では助けそびれてあのガキを逃がしちまったけど、今回はちゃんと力になれたな。一応、あの、この安全は一時的なものよ。一刻も早くこの場所から去るべきだわ。いえ、この石窟からだけじゃなく、あなたたちはここの観光客よね。できれば数日以内にこの村から離れてほしいの。え？少しおかしな要求に聞こえるかもしれないけど、どうか信じてほしい。私の身分証明書。あっ、あっと、急がなくていい、お嬢さん。ゆっくりでいいよ。ちゃんと聞いてるから。お？身分証明書があったぞ。ミス・カーラ・ボナ。はい。ありがとう。見間違えることはない。どうしてクマールのもの。
あなた、クマールを知ってるの？ん？クマール？誰？手が止まってるけど、一刻も早くここから立ち去れって言ってたわよね。よし、全部拾ったわ。どれどれ。これが1ページ目、2ページ目。5ページ。あれ？これは水星エネルギーに関する、私が収集したいあれじゃない？ふむふむ。確かにこのアルカナムエネルギーの分析は私が調べ上げたものと一致してる。でも。マヌス・ヴェンデッタ？